FM パラルーン。FM パラルーン。Friday brand new cruise。さあ時刻は11時20分を回りました。水戸駅南口コンボックス3101階のサテライトスタジオから公開生放送 Friday brand new cruise。続いてのコーナーは週刊水戸ノート。このコーナーは毎週このスタジオに水戸市役所からまた水戸を茨城をこよなく愛する方々をゲストとしてお招きし、今ホットな水戸情報活動内容など最新のニュースを伺っていくコーナーです。さあ今日はですね2回目のご登場です。私と同じお名前ですね、宮本幸太郎さんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。半年ぶりぐらいですかね。そうです ね、はい、前回はバーバルバールで、はい、来ていただきましたが、今日は別のイベントをご紹介ということで、はい、水戸市食のモデル地域実行協議会、から、今日ご紹介いただくのは水戸芸術館で、開かれますホワイトファーマーズマーケットについてです。はい、はい、これはまずはそのイベントはいつ開かれるんですか。はい、本日と明日なんですけども、時間がちょっとずれておりまして、はいはい、本日は、午後の3時から夜の8時まで、はい、はい、明日土曜日は昼間11時から、午後の4時まででございます。変則ですね、気をつけてください、はい、ただまだこれね聞いてらっしゃる方は、まあ、この後まだ余裕がありますから、はいはい、お時間あるという方で興味を持ったという方はこの後駆けつけてください、はい、で場所が水戸芸術館ですね、はいはい、イベントの内容なんですがファーマーズマーケット、はい、これはどういう、はい、今全国津々浦々でも開かれてますけども、はい、農家さんたちの持ち寄りの、新鮮野菜が販売されているそういった場所ですね。あ、今人気ですよね、はい、農家さんが直接来てるんで、お話をいろいろ聞いていただいたりとか、はい、まあ、こうやって食べると美味しいよっていう風な話をお互いにしてみたりとか、そういうことをやってみたい。あの野菜ソムリエなんていうね資格も最近ありますし、そうですね、野菜が好きだ野菜ばっかり食べる、より美味しい野菜、はい、安心な野菜を食べたいという方増えてますよね。そうですね、あのまさに本日も野菜ソムリエの方もいらっしゃってますし、はい、いろいろ野菜だけじゃなくて、まあ、クリスマスなんで、うん、鶏肉がちょっと食べられるようなコーナーもあったりとか、はい、それと、まあ、ちょっと、ずれますけれども、はい、今日夜に時間設定してるんですけども、はいはい、実はですねちょっと大きめのもみの木を、うん、はい、クリスマスツリーをご用意しておりますので、それにライトアップしてるんで皆さんでちょっと見ていただきながらちょっと雰囲気楽しんでもらおうかなと思ってあえてちょっと夕方夜やらせていただいてます。なるほどね、はい、やっぱクリスマスツリーが嫌いだって人いませんからね。いませんよねなんででしょうかね、僕もちょっと歩いてるクリスマスツリーがある必ず立ち止まってみたり ね、写メ撮ってみたりね、はい、ちょっと、はい、今日は、はい、レンタルということなんですけども、小さいもみの木、生のもみの木、うん、ドイツ頭皮という種類なんですけど、はい、こちらを先着で今日明日それぞれ50名様ずつに、ちょっとお買い物し2000円分お買い物していただいた方にプレゼントさせていただくという風なことを、はい、なるほどなるほど。さあそのファーマーズマーケット、ね、農家さん持ち寄りの、市場ということですが、同時開催でブックスープっていうのは何ですか。はい、こちらも今全国各地で盛り上がってきているイベントの一つで、それぞれの方がお持ちの、古書になったものを、箱で持ってきてもらうんですね、うんうんうん、その中身はもう人それぞれ好み で、うん、でそれを出して、まあ、フリーマーケットのように皆さんで買っていただくと、あ、なるほど、それぞれの個性が出た箱が並んでいて、この人はちょっと固めのかなとか、はいはいはい、この人はちょっとあの美術系かなとか、うん、そういう風なのが楽しめるものなんですね。やっぱり同時開催なんですね、はいはい。さて、今日は宮本幸太郎さんは、はい、水戸市食のモデル地域実行協議会という団体からいらっしゃってるんですが、はい、この日本の食を広げるプロジェクトについて教えてください。はい、本年度から農林水産省が日本の食を広げるプロジェクトというふうなことで始めている事業でして、うん、はい、全国の産地のものを消費拡大させるとか、あるいは輸出をしていってどんどん日本のものを広げるとかっていうふうなことを通じて、産地だったり消費地だったりのコミュニティがそれぞれ交流をしていって、それぞれのコミュニティが元気になっていくようにというふうなことで始められたものです。でそれで水戸市もその食のモデル地域ということで、今年認定されまして、はい、今それについての活動を始めているところです。そうですか。具体的なこの構築計画というのは、はい、
まず、今ファーマーズマーケットですとかっていう風なので、農地それぞれ産地だったりとか農家さんにまず触れていただくと、でゆくゆくは例えばそのファーマーズマーケットで募集をさせていただいて農地にみんなで出かけていきましょうと、で、1日農業体験してで体験したものを食べて帰ってきましょうっていうツアーをしてみたりとか、あるいは今泉町会館というところでこちらのファーマーズマーケット開催してますけども、はい、こちらをもうちょっと拡充させて、その、農家さんの手作りの野菜を食べられるコーナーを作ったりとか、そういったものを考えております。いやなんかねこう今日明日天気がいいですしね、本当に出かけてみたいなという方もいらっしゃると思いますが、ちょっと話戻りますが、そのブックスープ水戸、はい、というのと市民図書館について、ね、はい、はい、水戸市内の泉町の商店会で今コミュニティセンターを作ろうということで活動しております、はい、うん、でそちらの中に市民図書館というのを一つ作って、皆さんの交流の場にしたいと考えています。でそこで本を集めていくのにこのブックスープからちょっといただいたりとかっていうふうなことで、うん、より多くの方々がそういった意味で参加できるような場所をこちらとして作っていって、うん、泉町にいろんな人が来る、で泉町を情報発信拠点として、できればなというふうに思っております。これすごく初歩的というか基本的な素朴な疑問なんですが、はい、ブックは本ですよね、はい、スープってのは、そうなんですよ、はい、要はスープというか、まあ、ごった煮みたいなもんですね。いろんな本がここにごちゃごちゃっと集まってるんでブックのスープですよっていう、そういう意味なんですね、はい、なんかすごくスマートで言いやすいんでブックスープってブックスープ言ってたけどなんでスープなんだろうと思ったんですが、そういう意味ですね。そうですね、私も最初なんか聞き間違いかなって思ったんですけど、はい、分かりました。最後にですね、はい、統括してこのイベントの見どころを聞いてる皆さんにお願いします。はい、はい、ファーマーズマーケットいつも野菜を販売させていただいているだけですけれども、今日は趣向を変えまして、実際に食べていただくとか、はい、クリスマスなのでそのもみの木を見ていただく、もみの木も茨城県内産なので、見ていただきながらクリスマスと茨城の、いろんな農林水産物をこうつなげて、ちょっと体験していただこうかなと、そんなイベントでございます。そうですか、ちょっと、ね、風ありますけど暖かいですからね。そうですね、はい、今日が3時から8時、はい、で夜はもみの木、ね、はい、楽しんでいただきたいと思います、はい、で明日が11時から4時です、はいはい、水戸芸術館で行われています今日明日のイベント、水戸市食のモデル地域実行協議会の宮本幸太郎さんにお越しいただきまして、今日明日のイベントはホワイトファーマーズマーケット水戸芸術館そしてブックスープ水戸について教えていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。